の熱いドラマが今始まろうとしています。文部高校対プロフェッショナルベースボールハイスクール、さあ注目の大会初戦プレイボールです。第9、アウトコース低めいっぱいストライク。第2球投げた、打った、引っ張った。第3球を投げた、シュート、空振り三振。全くタイミングが合いません。最後は空振り三振に倒れました。全国の頂点を決める戦いが今始まります。文部高校対一流高校、さあ頂点をつかみ取るチームはどちらになるのか。第9、低めボール。第2球投げました、引っ張った。打球はスタンドに向かっています、ファール。第3球を投げました、打った、ピッチャー返し。文部高校追いつきました、セーフ、二塁がセーフ、ヒットを放ちました。第9、投げました、打ちました、初球打ち、ぐんと右中間へ上がっている、ヒット、一塁蹴って二塁へ、ツーベースヒットを放ちました。一打サヨナラの場面を迎えています。第9、ボール。第2球投げました、ボール、際どいところ、カウントは2ボールノーストライクです。第3球を投げました、外角低めいっぱいストライク。第4球を投げました、スプリットはボール、カウントは3ボール1ストライク。投げた、これはいった、サヨナラチェーン、入った入った、サヨナラ、サヨナラ、スリーランホームラン、左中間スタンドに叩き込んだ、ストレートを完璧に捉えました、待望のアーチに甲子園球場。試合終了、文部高校が甲子園大会を見事に制しました。歓喜の瞬間です。ついに文部高校がやりました。これまでの努力は報
報われた瞬間となりました。皆の思いを胸に戦ってきた文武高校です。